皆さん、こんにちは。国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センターの林正と申します。本日は機関ポジトの将来像について、これまでの機関ポジトを振り返りながら考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、本題に入る前に機関ポジトの定義について見ていきたいと思います。機関ポジトリは、大学や研究機関などで生産もしくは保有する知識、情報、データをデジタル情報として公開することで、障壁なきアクセスを実現し、その利活用を促し、新たな価値を創出する知識基盤と定義されます。機関リポジトリは、もともとは大学や研究機関などに所属する構成員の研究成果をデジタル資料として蓄積し、公開していく基盤として開発されたものです。その後のオープンアクセス運動により、セルフアーカイブによる学術論文のオープンアクセス化の基盤として、世界的に普及が広がっていきました。オープンアクセスの取り組みにより、主に学術論文の文献リポジトリの普及が先行していましたが、近年オープンサイエンスの注目もあり、研究データ公開のための基盤としても注目されています。より元の機関リポジトリの理念、研究機関における研究者の研究成果を公開するという元の理念に近づいたとも考えることができます。さて、ここで皆さんに考えてもらいたいことがあります。本セッションにお集まりいただいた皆様は、機関ポジトリに何かしらの関係をお持ちかと思います。ご自身の機関ポジトリをイメージして、次の問いについて考えてみてください。皆さんの機関ポジトリは、機関の研究成果をどれだけ公開できているでしょうか？その機関ポジトリは、研究者にとって魅力的なサービスとなっているでしょうか。機関リポジトリ、そしてそこに蓄積されているコンテンツを含めて活用することができているでしょうか。いかがでしょうか。今日はこの3つの問いを頭の片隅に置いていただき、機関リポジトリの将来像について一緒に考えていきたいと思います。さて、我が国の機関リポジトリについて、これまでの歴史を振り返ってみたいと思います。我が国で最初に機関リポジトリが誕生したのは2004年、国立情報学研究所学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクトに参加された、北海道大学、千葉大学、東京大学、東京学大学、名古屋大学、九州大学によって構築された機関リポジトリが最初になります。その後、2005年から2012年にかけて、NIN の学術機関リポジトリ構築連携支援事業が推進されました。そこには多くの大学が参加され、多くの機関リポジトリが構築されていく、ということにつながりました。その過程で、2006年には機関リポジトリを構築運用する機関によるコミュニティ、デジタルリポジトリ連合 DAF が誕生しました。その後の2009年には、機関リポジトリのメタデータを収集し、検索可能にするという IRDB、JIRO が開発されています。2006年に誕生した DAF の取り組みは姿形を変えながらも、その後の機関リポジトリ推進委員会、オープンアクセスリポジトリ推進協会 JP コアに引き継がれていきました。2012年には、NIA によって機関リポジトリのクラウドサービス、JIRO クラウドの提供が始まり、機関リポジトリの普及はさらに広がっていきました。JIRO クラウドは2016年 JP コアの設立とともに JP コアの会員向けサービスとして位置づけられるようになりました。現在は全国で680の機関で機関リポジトリの運用が行われています。機関リポジトリの普及により流通するコンテンツ種類も増えていきました。学術雑誌論文の公開数も増えていますが、一番大きな割合を占めているのは企業論文です。当初は学術雑誌論文の流通手段として期待されていた機関リポジトリではありますが、現在はその多くがその企業論文となっており、企業論文としての流通手段として広く使われているというのが全体としての機関リポジトリの現状となります。
これまでの我が国の機関投資を振り返ると、機関投資の普及、コミュニティの拡大、収録コンテンツの拡大という点は、先人たちの多大な努力により達成できたと考えられます。しかしながら、大学や研究機関などで生産もしくは保有する知識、情報、データをデジタル情報として公開し、消費なくアクセスを可能とし、その利活用を促し、新たな価値を創出する知識基盤としての機関投資ポストの定義からすると、まだまだその土台、ための土台ができたに過ぎないと感じています。オープンアクセスを推進するという課題は引き続き残っていますし、それを支援するコミュニティをさらに強化していくという課題も残っています。オープンサイエンスを推進していくための研究データへ、機関投資としてどのように対応していくかという新たな課題も出てきています。それではオープンサイエンスとはどういったものなんでしょうか。オープンサイエンスは科学に対する営みをオープンにすることで、その発見を加速化し、結果から得られる共通利益を最大化する。その結果を社会還元につなげていくという新しい科学の在り方と捉えることができます。オープンサイエンスにはオープンデータやオープンサイエンスのための基盤など、いくつかの関連する概念が包含されていますが、その土台にあるのは、オープンアクセス、研究成果に対するオープンアクセスの実現です。これまでの学術論文へのオープンアクセスだけではなく、その論文の結論、根拠に関するデータ、方法論などへのオープンアクセスも実現することで、科学の厳密さを維持しながら再利用を実現する。それにより発見を加速化していくということが期待されています。オープンサイエンスは新しい概念ではありますが、これまで皆さんが取り組まれてきたオープンアクセスを土台にした概念であると。オープンアクセスを実現することがオープンサイエンスにつながるということを強く認識していただければと思います。では、さらにそのオープンサイエンスの取り組みを機関投資として進めていくにはどうしていけばよいのでしょうか。私はそのためには、まず改めて機関のためのリポジトリというところを意識する必要があると考えています。機関リポジトリは機関に所属する構成員の研究成果を蓄積し、公開するサービスです。そのサービスは機関の研究者支援サービスの一部として位置づけられるべきです。これは機関リポジトリに取り組まれてきた多くの先達たちが非常に苦労されてきた図書館としての機関リポジトリではなく、機関としての機関リポジトリに続けていくということと同じことと考えています。研究者の活動の一部として機関リポジトリを機能するようにしていけば、機関リポジトリの本来の目的である研究成果を保存、蓄積していくということを達成することはより容易になるはずです。現在、大学等の機関には機関における研究データ管理をいかに実現していくかという課題が与えられていますが、機関リポジトリとしてこの研究データ管理の一連のライフサイクルで何を支援し、支援していかないか、そういった視点で機関における機関リポジトリのあり方、捉え方を考えてみるということも良い機会であると思っています。研究者支援の一環として、例えば研究成果を機関リポジトリに受け入れていくということは考えられますが、大学には大学ならではの難しさが存在します。大学には様々な分野の研究者が存在し、そこには様々な形式で多様な研究成果が発生しています。研究成果の種類によっては公開手段が限定されてくるものも存在します。これらの研究成果を受け入れる機関リポジトリには、こうした研究データ公開に対する多様性に対応していく必要があります。特に大学の機関リポジトリでは、限られたそのリソースの中でその多様性に、研究データの多様性にいかに対応していくか、公平性を維持しつつサービスを提供していくかという課題が存在します。また、研究者から見ると、研究成果を広く効果的に流通することさえできれば、それが機関リポジトリであるかどうかっていうことは大きな問題ではないという現実があります。様々な公開手段がある中で、研究者にとっての機関リポジトリの位置づけは小さくなっているというのが現状です。
その一方で機関にとっては研究者の研究成果を保存し公開していくという使命があります。機関としては研究者の研究成果を補足していきたいが、研究者のことを考えると機関に絞りつけるのも使い勝手を悪くするといったジレンマにもつながります。このジレンマは何も研究データに限ったことではありません。オープンアクセスを推進したい機関リポジトリと研究者の関係も同じ構造を持ちます。機関リポジトリを研究者支援サービスの一部としていく、その重要性がここにもあります。機関リポジトリが研究支援を実現していく上で、研究上の多様性、そして機関におけるその限られたリソース、研究者と機関のギャップを埋めていくという必要があります。機関リポジトリを研究者向けのサービスとして位置づけていくということは機関においては重要なことではありますが、機関、単独の機関ではその実現が困難であったり、コミュニティで共同で実施した方が良いといったサービスも存在するのも事実であります。機関リポジトリは機関として研究者支援サービスを位置づけていく必要がありますが、同時に研究者に対してサービスを提供していくには、機関の枠を超えてサービスを検討していく必要もありかと思います。そのためにも、機関リポジトリを支えるコミュニティが共通課題を認識し、それを共同で解決していくという考え方、進め方が必要になってきますし、それを支援する機関リポジトリインフラもその共通課題に対応していく必要があります。そのためにはまず、機関として研究者支援をどのように実現していくか、行きたいか、機関リポジトリをその中でどのように続けるか、続けたいかを明らかにし、機関として対応しなければいけない課題、コミとして共通で解決した方が良い課題っていうふうに分類し、その課題に取り組んでいく必要があるかと思います。日本には幸いにして、それを議論するためのコミュニティ、JP コアがありますし、それを支援するため共通インフラ基盤は NI がサポートしていきたいと考えています。機関リポジトリをとして研究支援をどう実現していくか、機関単独の課題として捉えるのではなく、機関リポジトリネットワーク全体の課題として一度機関の枠を超えて考えてみるのはいかがでしょうか。本日のまとめです。先人たちの多大な努力により機関リポジトリ環境は整ってきたといえます。我々はこの環境を次につなげるために、この機関リポジトリをいかに活用していくか、その次のフェーズに入っていきたと考えることができます。オープンサイエンスを推進するために、さらにオープンアクセスをさらに進めていく必要があります。オープンアクセスはオープンサイエンスの土台であり、オープンアクセスを推進していくことは、オープンサイエンスの推進にもつながります。また、このオープンサイエンスを取り組んでいくには、やはり研究者を中心としたサービス設計、検討が必要になってきます。機関として研究者支援をどのように行っていくか、機関リポジトリをどのように位置づけていくか、ということを考えることで、機械全体としての機関リポジトリのあり方を考えるチャンスでもあるかと思います。ぜひ、機関として機関リポジトリとして何ができそうか考えてみてください。そして機関単独では困難な課題、共通で解決していくべき課題、そうしたものを一緒に考えていければと思います。ご清聴ありがとうございました。